では、韓国語音読です。韓国語の文字、ハングルの読み方について説明しますね。ハングルは、シーンと母音の組み合わせで成り立っています。ハングル文字は、一文字が一音節を表しており、以下のような構成になっています。と、シーン、コンソナンス基本のシーンは14個あります。 これあ、ここからね、14個ね。えー、れ、く、ぐ。これがくかぐなんで、くなのこれね。これるかなこれうんなんですね。うん。これが t。どこれがうん。これがぷ。もしくはぶ。ぷでもぶでもいいのかなこれね。ボインバ g v o w えー、 基本の母音は10個あります14個のシーンと10個の母音。意外に少ないよね。これ、あだったよね、確か。えー、っと、これ見ましょう。はい。あ、えお、えお、えお。これが、これがお。これ、う。これがいいね。ハングルの構成。一つの文字はシーンプラス母音、またはシーンプラス母音プラスシーン。 パッチムパッチムっていうのは、C、シーンプラスボインプラスシーンのことね、の形で構成されます。えっと、か、えー、な、まん、まん、まんね。あ、このパッチムは下にくっつくのか、こういうふうに。なるほど。こうなるのね。これパッチムね。うんだもんね。 これうんなのね結局ねあ,、うん、あったもんねそうそうじゃあそうだねんだんだん分かってきたえー、っとちょっと待ってごまんねマン,ねマンはいこれれねこれがかえー、っと心のくとあはいそれから これが、あん,ん。ちょっと待って。これ母音の、あ、これ、あんって読むんだっけね。あん。はい。で、母音が、これ。プラスシーン。プラスパッチム。これがパッチムな、うんっていうのは。そっか、パッチムがうんなん。3つ目ね。で、これがあでしょ。で、これ、おわんか、結局。これ、お。 これなんて読うんだっけあ、これこれ万ちょっ待ってこの。これとこれ違うかな丸と四角は違うよね。丸と四角は四角。これ、うんだね。あ、丸と四角は違うわ。本当だ。これは、これなんだかちょっとまだ分かんないけど。 ま、そのうち出て、あ、これ出てきた。あ、違う。<laughs> わかんないけど出、出てきてないね、まだね。だから、これなんていうのか、これは、ちょ、これがちょっとわかんないんだけど、これプラスシーンのアで、で、パッチームが、うんなので、で、これアンね。これアじゃなくて、これ、なんなんだろう、これね。これはなんかわかんない。じゃあ、これ、あ、こわ。家業、かく。 家業。えっと、家業。死因の、これ、これと、これ、これ、はぎょうか。はぎはぎょう。えー、はなんだ、これね。は、これはで。それから、パッチム、パッチムの、これ、うんかな。っゃあ、うんはこれだった。 ちょっと違うんだねこれでこれが死因、えー、のこれ母因これちょっと分かるあ待って待ってえー、でこれいいこれ母因で言ようなのねか,かん行かん,はん感じはいはい ハングルは最初は難しく感じるかもしれませんが、シーンとボーイの組み合わせを覚えることで単語の読み方も徐々に理解できるようになります。続けて練習してみてください。はい。